こんにちは。はじめまして、高石光と言います。今日はどうぞよろしくお願いします。短い時間なんですが、精一杯歌わせていただきます。では最初の曲聴いてください。白雪姫。人がいるって分かってて好きになったんです。どうにもならない恋が胸の奥で赤く泣いてる。会いたい会わない、会えば私はまたあなたに抱いて欲しくなるでしょう。きらめいた冬の星座たちを隠して心身降り始めた雪は汚れを知らないスノーホワイトから純白の雪の中咲ける花になれるとしたら永遠にあなたを待ち続けてたいの。何もかも知らない黄色の世界なら鮮やかに私だけは咲けるからよ。どうせなら好きじゃないとあなた言ってください。急いでください。ほのかに期待している片思いがチリリチリリ燃えてる。寒い寒い寒い夜ほどまたあなたに抱いて欲しくなるんです。凍えてる白い森に迷い込んだら心身降り積もった雪よ、私を染めてよ。スノーホワイトから純白の雪の中眠りましょう。瞳を閉じていつまでもあなたを待ち続けてたいの。春の日に白雪姫はキスされて悲しみの眠りからそう目覚めたのよ。鏡よ教えて、この世で一番の人を愛しているのは誰なのでしょうか。切なすぎる白い雪を教えて一つだけ、あの人は来てくれるでしょうか。いつか純白の雪の中咲ける花になれるとしたら永遠にあなたを待ち続けてたいの。何もかも白雪色の世界なら鮮やかに私だけは咲けるからよ。純白の雪の中眠りましょう。瞳を閉じていつまでもあなたを待ち続けてたいの。春の日に白雪姫はキスされて悲しみの眠りからそう目覚めたのよ。ありがとうございます。次に聴いていただく曲はオリジナル曲
曲で自分のデビュー曲となります。聴いてください。キープオン。バラバラに進んだ僕らは押し流されてゆく未来に胸に綺麗な過去集めて飾って眺めて逃げてきた。明日は神が僕を待ってる。思いもただ消えてゆく。変わるものばかりだ。もういらないよこの手。抱きしめても失うなら。風が頬を撫で、ふとうつむいた街の中に埋もれた足跡探しても、人混みにかき消されて見えずに、思うように生きてゆけない。改めましてこんにちは、高石光と言います。今日はよろしくお願いします。2曲オケで歌わせていただいて、あと2曲なんですけれども、ピアノの弾き語りでちょっと歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。では最初の曲なんですけれども、カバーを歌わせていただきます。牧原紀之さんのラブレターという曲を歌わせていただきます。聴いてください。線路沿いのフェンスに夕焼けが止まる。
色の二文字だけで君が大人になってく。向かいのホーム特急が通り過ぎるたび、途切れ途切れの頑張れが砂利に吸い込まれていく。ラブレターという曲を歌わせていただきました。最後に歌わせていただく曲なんですけれども、オリジナル曲のトレジャードメモリーズという曲を歌わせていただきます。もうね、会えない人との思い出がすごく綺麗に映って、でもまたいつかどこかで会えた時にその人のいない思い出をその人に話したいなって思って書いた曲です。
では最後になりましたが聴いてください。トリザードメモリーズ。ごめんね最後まで君を困らせてばかり、自分勝手な僕をいつも許してくれた。ごめんね今更ね、君がいなくなって君を思う強さはあの日より強くなった。君にも同じ傷を与えてしまった。脆くて弱い僕は宝物だから。
ありがとうございました。高石光でした。